ザポリージャ原発についてウクライナの原子力企業は一時切断されていた送電網が復旧し電力供給が再開したと明らかにしました。ウクライナ国営の原子力企業エネルゴアトムは26日原子炉が送電網に再接続されたと明らかにしました。ザポリージャ原発では25日火災により送電線が損傷し電力供給が一時停止していました。IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は26日復旧を歓迎しながらも事故のシナリオを排除できないと述べ改めて危機感を示しました。数日以内に専門家チームを率いて現地に向かい調査終了後は IAEA の専門家の常駐を目指す意向を表明しています。